はい、皆さんこんにちは。僕クーンゲームでございます。イフトバール2023アプリ動画やっていこうということで、今回はイフトで近環境を最も使うドリブル、ウイレ時代もよく使っていた緊急停止キックフェイント、緊急ドリブル講座やっていきたいと思います。詳しく解説した形、コツだったりと、あと操作方法、さらにはねオンライン戦の方で実際ねドリブル講座も、そしてね動画の最後にはねお知らせもあるのでね、最後まで見ていただければと思います。アドバンスの操作方法とクラシックの操作方法を載せておこうと思うんですけど、これまでね簡単最強技参戦とかね、いろんなドリブルフェイント系ご紹介しているんですが、やはり緊急電子キックフェイントはね性能的にも、まあ、これ使うだけ、その場でやるだけでもかなり強く、ただですね一番コマンドが忙しいこれが一番コマンド忙しいんで、難易度的にはね、まあ、ミスったりも起こりやすい技なんでかなり高くなってる。ただですね、もうこのバイタルエリアでね緊急停止キックフェイント使ってスライドドリブルしてあげて、そこからのアシストの形へサイドえぐる形もありですし、あとはその後ねキックフェイント、他のね通常キックフェイントと重ねるっていうのも強いので、これもまたねおすすめでございます。カーソルプレス、そしてセカンドプレス、どっちにも強いんで、お相手の守備タイプに関係なく抜けちゃうのが強いところ。もちろん自らですね緊急停止からシュートのパターンも強いし、ほんといろんな使い方ができるんでね、ぜひとも皆さん緊急停止キックフェイントをマスターして使ってみてください。ドリブル講座一番使う技ね、緊急停止キックフェイント実践のよりね細かい形、実際にやりながら話しながらやるっていうね、まあ、オンライン戦のドリブル講座やっていきましょう。使い方としては、まあ、どこでも正直使っていいですね、緊急電子キックフェイントは。いきましょう。こういうとこ。そう。いやー、最高し今みたいなところでね、やっぱ緊急停止を1個入れてあげるだけで勝手にのがやりやすくなるんで、まあ、ぜひともね、使ってほしいですね。そうで、タイミング的にはああいう感じで OK。もうこういうとこでスライドでいいんだよね。そう、もうこれが本当にあの強いんで、まあ、ちょっとチャンスがね最後惜しいんですけど、あそこでアシストとかもできやすいから。さあここにイマール、そう、いやーこういうところも使いますからね。さあ来た、ここもこれを一回入れてあげるだけで OK、 あれだけでもう抜けちゃいます。そしてデブライネやべえシュート打ってくれましたね、とんでもねえショータイムデブラインの。だからなんかスピードとかがそんなにない選手とかでもやっぱいけちゃうっていうのがこの技の強みなんで、ぜひともね皆さんおすすめでございます。そう、今のも入れてあげるだけ、入れてからやっぱやりやすさが全然違うんで、ぜひともね皆さん使ってみてください。ここも入れてあげるだけで次の技へとつなげていくみたいな、入れてあげるだけなのよ。とにかく緊急停止をね1回入れるということで、最初のようにね1分で一応まとめては見たんですけど、今回ね試合の方で実際にオンライン戦ディビジョンのところでね実践させていただきました。まあ実践の方が多分分かりやすくタイミングとかもね感じ取れると思うんでね、ぜひ緊急停止キックフェイントイーフトになってね、まあウィレー時代は結構コマンド簡単だったんだけどなかなか使えていなかったという方はぜひ使ってみてください。最後お知らせになるんですけど、私ボックンゲーム明日の8月6日から8月16日まで
動画の方をお休みさせていただきます。約10日間ほどですね。またね、8月17日から動画ね再開していこうと思うので、お休み入るラスト動画の方でねご報告させていただきました。ということで、本当に皆さんいつもご視聴ありがとうございます。またいろんな動画、あー噛んじゃったね、大事なとこで噛んじゃった。またいろんな動画やっていこうと思うので、皆さん遊びに来てください。さよなら。